どうも、複数ドーパミンの中出です。サンプル人間桜手です。はい、ということでですね、今回は特に企画とかではなくて、視聴者の皆さんに聞きたいことがあるなと思って。ああ、そう、まあ複数ドーパミンってやっぱチャンネル登録者今1300人弱って感じですけども、やっぱビジュアル系好きな人が多く登録してくださってると思うんですよね、で、やっぱそのビジュアル系好きの人にやっぱ聞いてみたいことっていうのがありまして、邦ロックバンドってどう思ってるのかなっていう。はあ、これ気にならない普通に。気になるね。前さ、なんか壁があるみたいな雑談を出したじゃん。出しました、出しました。で、その時に結構コメントでなんか、あ、こういう意見もあるんだなっていうのがあったんですよ。なんかシンプルに視聴者の方のビジュアル系好きな人に、その邦ロックバンドのイメージっていうか、どう思ってるかっていうのをコメントで書いていただきたいっていう。どういう風に見えてるのかっていうか。そう率直な感想ね。うん、邦ロックバンドについての。さっきガッティ君がちょっとよく邦ロックの企画持ってきてくれてるし、一人でも出してる部分があるので、ちょっとそこで気になるな。確かに、うん、どういった風なバンドだったら聴くかもみたいなのを教えてほしいわ。なるほどね、うん、そしたらこう僕がこう好きなバンドだったりとか、あ、こんな感じでいいのかなみたいな、その紹介するその目安にもなるわ。なるほどね、うん、前のアークラウドビリビリみたいな。あ、そう、雰囲気がちょっとダークな方がいいとかでもいいし、曲調がちょっとラウドにより目だったりとか、逆に爽やかな方も聴いてみたいとかでもいいし。そうですね、じゃあよろしければコメントいただけると非常に嬉しいでございますっていう感じですね。なるほど、はい、というわけで、じゃあコメントお願いします。